ちょっと冷えるな。あ、京電鉄。さっき買ったとこだ。ね。ありがとうございます。ちなみに、さっき買ってた強烈餃子なんだけど、青森にある、ニンニクたっぷりの絶品餃子。王の味って書いて、ワンミって読むお店みたい。へぇ、うん、12マスじゃん、あと。ニンニク強烈、ほんとだ。やったぜ。そしたら、まあ、とりあえずちょっと進んでいこっかな。正直、つけたいな。ああ、なるほどね。で、よし、これでお金をもらって終了と。ほい。多分これのことなんだと思うんだよな。あ、そうだね。やっぱ、ワンミっていう。ああ、なるほど。やっぱ、まとめてくれてる人がいる。ちょっとやっぱ、この100年決戦は結構あの、近くに来た。100年決戦はさ、この結構やっぱ、退屈しちゃうからさ。ああ、それをね、この、取りながら。うん、気になったのはちょっと調べつつやってみようか。うん、さて。誰に使うかな？今は、どうだろう。どうなってる？あ、青に今ついてる。ああ、青く。青が陽気か。OKOKOK。あ、そこ重要か。いいとこついてる。通らざるを得ない。あ、くそー。はい。さあさあさあ、行くしかないよ。そうだね。まあ、このターンだともうどうしようもないからさ。いや、一個逃げるわ。そしたら。ロックカフェ。ロックカフェいいね。どこだこれ。ね。ロックカフェか。そんなものがあるんだね。持っていらっしゃるー。おい、出てこい。そっそー。あ、収益使ったね。赤穂。うい、塩まんじゅう、美味しそうだね。お前マジで変身すんじゃねえぞ。ここでね。ここでね。オッケーオッケー。まだまだ大丈夫。まだ、ね、まだ大丈夫。ここで、正直団子になってるけど、近づいて、7マスか、ここ。オッケーオッケー。まだ大丈夫。6月だからそうだね。赤マス全然大丈夫。ああ。ほい。よし。今日はダメだね。嘘やー。序盤は。そうだね。夏だから少なく取ってって。ああ、まあ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 。リトルデビルだからね。かわいいもんで。うん、かわいいもんだ。いやー、持ってますわ。うわ、マジなんだ。うん。嘘やろ、うん。ありがとうって感じだよね。君が近づいて見てくれたから。本当だよね。俺が一番チキーわーとか言ってたのに。うわー、マジかよー。甘いな。そうなんだよ。俺が一番近かったからさー。さあ、今度はね、青森とかまた。青森。そうだね、東北だったらもう最強。あ、宇都宮ね。まあ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 、東北ではない ね、やっぱ。うわぁ、いいなぁ。あ、武道園とかね、ちょっとここで固めていくよ。カードが欲しいな。そうだね。うん、俺もカード欲しいな。使い切っちゃった、みんな。ちょっと変身はしないでいただきたいな。あーね。これか。それだね。こいつが直近は。うん、はい。よし。進むし、まあ、夏だから大丈夫っしょ。ああ、よしよしよし。全然、まあ、リトルデビルが来ても。もう120。OK、OK。全然 OK。なんか、ああ、いいもん。星飛び周遊。52か。すごいな、星飛び周遊で、どっか行けるのかな？
ほいー、なんで大網ね、どこだ、大網なのか、大網、千葉県、いいな、星飛び周遊ってさ、飛んで、なおかつさ、うん、あのカードが買えるっていう最強のカードじゃない、ね、これ特性レカード買えるし、いい、1枚は持っておきたいカード本当だよね、うん、次パトカード2億で売れる、いやでも逆にず思ってたよもんね、パトカードを持っておきたい、保険をね、ね、こさえておきたい、わっ疲れた、くそー、あ、これの繰り返しですよ、お兄さん、そうだね、うん、でもあいつが引き取ってくれるんじゃない、あ、引き取ってくれないか引き取ってくれるそうだね、まだつけられる、はい、可能性はある、はい、よし、オッケーオッケー、あら、七篠さんいらっしゃいませ、あ、いつもありがとうございます、いつもありがとうございますご来店お待ちしておりました、お待ちしておりますあー、まあ、カーテンコールが、ね、カーテンコールいらっしゃいませ、いらっしゃいあ、よしよし、今回は100年決戦ということで、ダラダラとね、そうやってますんで、まあラジオ感覚で、お願いしますお手柔らかに、お手柔らかに、うん、まあ17マスか、ちょっとダラダラ行こう、誰も来ないだろうし、そうだね、うん、この辺のね物件でも、うー、買えないし、さすが落花生だよあ、千葉、ディズニーやったか見るの忘れたわ。そっか、ディズニーランド。え、で、何使った今。ぶっ飛び。ぶっ飛びか、うわ。あ、そんなでもない。まあ、近づいてはいるけど。こいつと、まあ、なすりつけ合い合戦が。あ、やばい。一応つくはつくか。うん。漏れちゃうぞ、カード。なんだ、いい社長、漏れちゃうカードですぞ人間たちが漏れそうなのとか、もう長距離を頑張って歩けるものです、はい、ほううん、はい、そうです、3個のサイコロを振って進める、え、おー、すごい、めっちゃ強くないこのカード、くだらない、いや、めっちゃいいじゃん、いや、強い強い強い、あ、やった、出てる、よかった、よかった、30時間はかかるで、そうなんですよ、ね、そうなの、一応予想だと40時間くらいだったけど、あの1回で終わらないから、ね、何回か途中からパート2的な感じでやってくるんだよ、まあ、どこからでも桃鉄ならね、どこからでも見れるからっていう強みが、さあ、でも少しずつ、いや、もう秋葉原だから、もうかなり近いけど、何も買えないよね、メガ盛り、メイド喫茶欲しかったな。オーナーになりたい。アニメグッズやって。ね。アニメとかな。アニメとかね。さて。こいつが持ってってくれたから、そう。オッケー。いいね、いいね。うん。あ、俺は逆に、なんか、違うルート。特急、そう、特急系を使って、どっかに逃げちゃうっていう。確かさなったからね。お、あ、そっち行っちゃう。こっちルート行こうかな。あ、で、はい、いや、まだゼフチョは使わないでいいか、まだ、あ、ちょっともったいないね、ほい、4、1、2、3の4、ほい、よしよしよし、あ、8マスかよ、いいなあ、でも次で県内だ、県内、草加せんべい、草加せんべい、あ、多目的アリーナ、埼玉スーパーアリーナじゃない、そうだねそれです埼玉の多目的ってそれしかない、うわ、つけてきやがった、うわ、そがまあここでうんこやっちゃえば、確かにね、あ、まだ陽気日か、できればね、うん、あの一番理想なシチュエーションは海だよね、あ、海だね、うん、海最高だね、海でうんこするのは、うん、それは違う違う方の海でうんこするのは最高だねっつどうしよう、あ、そうなんです、あの私、うん、K の方の家で配信やってるの、特設スタジオで、ね、あ、そうそうそう、アリーナも、アリーナ、うん、
いやーどうだろう、こう来てのうんこしとくかね。じゃあちょっとこいつ、あでもここで進んだところでだから、まあどうするか、使うか使わないか、みんなの状況見よう一回。お前一番近いわ。いやなんだかんだで溶液も近いな。あいやしたら一気にこいつを置いていきたい。よし、じゃあこれをやっちゃいます。モルチャードカードいきましょう。ほい、そうなんでございますよ。うんちが漏れそう、急がないと漏れちゃう。よし、まあ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 、よしでこいつにつけてからの21の、ああまあまあまあ、でもいいとこだよ。分岐点に本当は置きたかったね。置きたいとこだ、ね、逃げ道をなくして、ね、よし高い高い高い、ダメでした。ふう、え、ああびっくりした、びっくりした、すっきりした。そんな何、おすげえ、え、カード使う、おやりました。もう一旦使えるってすごいね、最高。ああそう、マイクはあの自分が音楽を録音するときに使ってるやつを代わりに使っております。そのマイクの調子、音の大きさ的な話があれば言ってください、ね、うまく調整してるんで、ね、あと6マスか、これは出すしかないかな。まあ2ターンくらいかないやぜひどしどし皆さんコメントを並びに、ね、要望をおっしゃってください。特急周遊、特急周遊、何持ち金0カード、誰かの持ち金0にするとかそんな感じなの。あーたちまち0、他人使うその持ち金が0地獄のカードじゃねえかね。すげえ。あでしかもみんな0になるとかそんなんじゃなかったっけ。あーマジか、なんか覚えてないけどそんな気がしなくもない。自分が後であれかな、うん、借金こさえたら、借金こさえたら、うん、まあ今のところそんな予定ないけどねそうだね、うん、全然もう、まあ、勝ち組ルートね。そうだよね、うん、まあ、分かんない、こっから一気に、ね、転落して転落人生は危うむかもしれない、うん、よし、なんかすごいカードが、はい、取り返しカード、なんだなんだろう、ん、しまったのですか。なになになに、それどころか、売るしか方法ありません、出ないとあっという間に、怖っ、怖っ、なになになに、めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ怖、なんか全然あの桃鉄がわからなすぎてね。あーダメだね、ナスに止まれるか、そこ止まれるか、うん、そのほうがいいな。釜飯屋、釜飯屋、へえ、釜飯屋、釜飯屋よ釜飯屋、釜飯屋グループ魂の歌に、あの、うん、なんか中村屋ってずっと言ってくる歌があって、えん、なんかよくわかんないけど、おい、あれなんかよくわかんないけどマイナスになってるね。なんか、あ、あ、さっき買っとけよかったが、何かを買って言われて、うん、それをなんか誰かに飛ばすみたいなサイコロがあったのかもしれない。なんかもうマッハだからよくわかんないから。分かんなかった。もう任せるよ。うん。あ、そうか、全部いったね。くっしょ。よし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 。はい。はい。ああ、さすが青森だな。青森だな。青森ですよ。あそこをホームタウンにする。ホームタウン。うん、いつかね、独占してやるよ。独占してやるよ。俺の銅像を建てるよ。この取り返しカード早く処分しないと取り返しのつかないことに、で売れるんでしょ。そしたら、あそこしかない。うん。ここ何マスよ。早めに売られと。何マス？何マス？最短3マスね。ここ以外に、あここか。五。最短五。まあ三五だね。三五。三、あもう一個ある。七。ああ三五三五。三五ね、三五。おい、はいはいはい、どちらにしろ1位だね。1違いだからどうしてもいけないよ。そうだね、この辺、まあ、甲府とかいいんだよ。あここでこう、まあやろう、うん、やろうと思えば、うん、とりあえずじゃあ甲府ですね。はいはいはいの、はいと
まあとりあえず買っとこうか。1個買っといた方がいい。鶏もつ煮美味しそうね。もつ煮ですよ。いやもつ煮とビールで優勝したいですね。ああいいね。ビール飲めないけど。ああ本当だよ。何言ってんねんって。うん、うわしかも冬ですよ。お兄さん冬ですよ。いけるかな、いけるかな、いけるかな。960万しかないし。終わった。うわーこういう時にね。2倍か。うわー1億。きつい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 。もう全部売るしかない。いやしかもこの決算前にね売らなくちゃいけないっていうね。うわ最悪の展開に。あやめろよ。なんかこいつは、あー、あーオッケーオッケーオッケー。うんこにハマってる。よかったよかった。よしやっといてよかったな。松本割と近づいてきてるかね。陽気か。どっちが陽気か分かんなくなるわね。青陽気比、青陽気比。うん、ソースカツ。さあ1を出したい。はい。おう、ハマってんな。ハマってるね。まあもう覚悟して進むか。まあカードマスだよね。はい、うん、そうだね。はい、よしよし。おー、いいねいいねいいね。これで調整していきたいわ。うん、あー、まあナスだろうね。あ、逆に突っ込むっていうあれですか。うん、そんなそんなハートはないよ。なるほどね。全然ダメダメだったね。うん、いやさてここで俺は特急使って取り、逆にでも取り返しカードでどうなっちゃうのかっていうのも、あ、まあ、ちょっと見てみたいっちゃ見てみたい。あ、おいおーい、逆に進んだところにカードがあれば、あ、まあそれは一番ね、の方がいいけど、上の方かな。ないね、ないね、ないっすね。うん、まあ行くしかない。したら、うん、こう、はいはい、特製レカードも買える。いや特製レカード絶対買うから。もう俺のラッキーアイテム。ラッキーアイテムね。よし、なんだなんだ。ああそういうことね。はい、よし、じゃあ売りまーす。取り返し20万。まあ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 。証言します。よし。ああ、よかった。びっくりした。おめでとうございます。一体何だったのか。ね。何にも買えない。うん、よし。まあ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 、いいでしょう。ええー。うわ、進んどきゃよかったじゃん。ね。まあ、あそこでもう最初の方で、運を大放出してしまったのかもしれない。ね。運を大放出。お、ああ、勝手に買ってきてくれた。もうなんかの、農林系のあれだったね、今。ね。うわぁ、俺の転落人生がこれで見える。そうだね。まだまだ。まあ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 。50分の1が終わりました。うん、どうでしょうか。あ、やっぱ陽気比強えな。陽気比強い。青か、青やつが強いのか。雷神がもう、ね、とんでもない。とんでもない。あー下がってる。みんな下がってるな。そう、いや俺だけ上がってる。上がってる。上がってるのか。顕微鏡で見ないと分かんない。ビビ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